腕相撲ナンバーワン決定戦です。この時は自信ある。勝った、自信あると。勝った、まあ力ってそういうことですよね。おやっぱ1位ってこういうことっすよね、うん、年齢関係ないってこういうことっすよね、うん、まあここで勝てば今後の関係性変わってくるんで、まあ帰り、今帰れなくてもここで出し切りますね。どんな仕掛けで、ここでここに全て出し切るの多分やめたがいいな、それ。優勝を目指して頑張ります。結構不安です。あんま強くないから。自信持とうぜ、レオ君。まあ俺が優勝っすね。はい、お願いします。正解すごっ。シードがあります。はい、シードがいい人。はい、はい、最年長なんで僕。最年長、僕です。最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、やばやば、いきます。あ、行こうでしょ。よっしゃめっちゃ勝ったわけじゃないの。こっから、こっからです。メンバーでしょうか。楽しみなのは、龍平とマラと確かに結構、確かに未知だよね、割と。そう、握力最下位と思う。握力1位だから、まだみんな僕の実力知らないでしょ、そういうこと。第1試合、すごいね、レフリーをすごく多くね。第1試合は、この2人です。じゃん、手を挙げてください。おぉ、はい、マラと VS 龍平。では、どうですか、意気込みをお願いします。まあ、最年少にはいい思いさせないですね。うわぁ、どうですか。おぉ、おぉ、マジか、そうくる。預かります。もう本気よ。それ登った後にやるからかっこいいのに、初戦で。じゃあ初戦から正しく本気。後々つらいよ、それ。いや、偽らないのがやっぱ最年少のいいところですよ。おぉ、かっこいいね。はい、マラト君と手握ってるの僕、ね、初めてかもね、握ったの。仲良しこしするのやめて。すいません。大会第一試合、いきます。リュウヘイ、ごめんね。いきます。ごめんね、リュウヘイ。レディー、ゴー。ゴー。負けた。負けたな。今のは…待って待って待って、すいません。え、じゃあ瞬発力半端ない、マジで。マジでこいつやばい。こいつやべえわ。ちょっと待って、違う競技に見えたんだけど。骨入ってないように見えたんだけど。こいつやべえわ。腕骨入ってこれ若い若い。あの、うん、ゴーって言ってからもうゴーで言ってたから。あ、ちょっと強かったっす。じゃあウィナーでででで、リュウヘイくん。イエーイ。ということで、本当に、はい、マートくん強かったし、うん、けどなんかやっぱ自分の中でなんか力がみなぎってきて、はい、こう勝てました。ありがとうございます。お、こちらてん、スモーク出た、今スモーク出た。あ、俺が言うのね。第2試合の対戦相手はこちらです。ダラダラダン、赤コーナーでーす。本当に赤いです。ソーター、2回目から豪華だな。そして青コーナーウィジェスキッテー。ジュニア、赤と青ですね。ちょうど赤と青で、ちょうど赤と青で燃やします。おお、まあ、赤い炎よりは青い炎の方が熱いっていうんで。確かに。うわ、レディーゴー。うわうわうわ、どっちだ。うわ、勝者、赤コーナー、トータくん。ふぅー、ひと言お願いします。アウトです。お願いします。楽しかったぜ。次、また会おうな。おぉ、ジュノン君ですね。悔しいです。あー、悔しいな。悔しそう。なんか、買ったばっかのアイス落としちゃった時くらい。うわー、悔しい。悔しいな。悔しい。結構悔しい。結構悔しい。結構悔しかったな。悔しい。でも右だったら分かんなかったかな。第1回戦ラストの試合いきましょうかね。じゃあシュンタ、シュンタ、あれもう一人いない、いない、いない。レフリー、さっきの先ほどのレフリーが、そう、先ほどのレフリーが、おっと、やるな。まさか参戦させていただきます。うわー、これはよっよっ。じゃあ意気込みをね、一言お願いします。ない。
うわ、力で見せつける。勝つ気しか見えてないですね。見てて見ててって。まあ、対するレオ君はまあまあまあ、その打点23年生きてないよって、まあこの最年長の力っていうのを教えたいなって思います。おお、レディーゴー。うわやばいくらいの気強かった強かった、うん、シュントはどうだった。強かった。うわー、強者の余裕素晴らしいですね。強かった、さすがに。もうありがとう、次も頑張って。うん、ありがとう。お、じゃあな。お、仲いい。仲いい、いいですね。いい終わり方。まあね、まあ、まだ出てない選手がいらっしゃるということで、見てください、こちら。今回のダークホース。明らかに余裕そうです。来た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 。すごい。早い。早い。競技間違えてないですか。お、それ。そうだ、タイ。病気？病気。いくつもの、選手たちを葬ってきました。葬ってきた。燃やします。同じだから。同じ、同じ、同じ。同じ、同じ、同じ。同じ、同じ、同じ。え、レパートリーないやつみたいな。燃やすぜ。あ、全然叩き。そうですね、はい、まあ、本当にメンバー仲いいんですけども、はい、今日はこういう中で、こういう企画をせっかく用意していただいたので、はい、なんだこいつ、すごい、なんだ、なんだこいつ、続けれたらなと思うので。いや、彼こういうコメントするんです。はい、はい、皆さんがいろいろ言ってるので何を言ってるかも聞こえなかったんですけども、じゃあ、準決勝第1試合いきます。レディー、ファイッ。うわぁ、めっちゃいい勝負。接戦だ。接戦。うわぁ、うわぁ、つけ寄せないと。うわ、すげえ、やばい、これ、この着したら、あーあーあーっと、あーあーっと、ここで、勝者、勝者、前に一言、なんと、ガチで、ガチで見たことある。まあ、本番ここからなんで、シードで入って、やばい、すごい、泣いてます。いや、なんか、すごい。楽しかったっす。あー、いいやつだ。いや、じゃあ、次は誰行きますか。ちょっと強いな、普通。あ、負けた、あ、負けた方、ちょっと待ってて、ね、ドン。黒ブラック。黒ブラックでございます。いや、負けられないよね。うん、ライバルとして負けられないよね。なるほど。同じことに書いてある。まあ、ここら辺で、うん、まあ、一発ちょっと蹴りつけようかな。また脱ぐ、また脱ぐ。着る意味あった、さっき。行かせていただきたいと思う。重り外していい。おっ、おうわー、見たことあるよ。そうそう、おお、よく普通持てちゃったけど。準決勝第2試合、スーパー高校生 VS スーパー中学生。いや、いきます。スクール、レディー、ファイッ。うわー、うわ、まだまだついてない、まだついてない。手首強っ。すごいすごい、もうやばいよ。もうやばいよこれ。すごい、やばい、すごいよ。おっ、わ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 っ、ちゃんと息切れてる。悔しい。悔しいね。悔しそう、マジ悔しそう。髪が長いんだ。ということで、決勝進出者が出揃いました。赤コーナー、颯太くん。頑張ろうね、みんな。あ、俊斗くんお願いします。寒い。イエイ。レディー、ゴー。始まった。まずは、まず颯太くん選手を。おお。レディー、ゴー。始まった。まずは、まず颯太くん選手を。おお。いやー。早い。颯太。全国の皆さんに一言お願いします。まだ右手だぜ。次は左手見せてやるぜ、ベビー。 お願いします、一言。まあ、1位この前に詰まるという。悔しそう、悔しそう、マジで悔しそう。マジで悔しそう。やっぱソータ強かった、やった人からしたら。普通やん、全然強かった。あー、強かった。そうなんだ。強がってる。なんか、負けたのに。いや、俺一回勝ったことあんのよ、多分。あー、確かに、そんな記憶もある。じゃあまた次はね、
以上 BE:FIRST の腕相撲ナンバーワン決定戦でした。バイバーイ。